選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。ユライクツカ、ジャコモ・ボナベントゥーラ、横に振ります。ルイス・アドリアーノ、ユライ・クツカ、本田圭佑、決めに来た。ロングレンジのシュート、これは決まりません。ただですね、ロングレンジを持っている選手ですから、今のような形で打たせてしまうのは良くないですよ。堀池さん、前半はこの選手の活躍が目立ちましたね。はい、ゴールも決めていますし、割と調子が良さそうですね。このまま後半もいけるかどうかがポイントでしょうね。さあ、味方も連動して動いてくる。上がった。キーパーからのゴールキックに変わります。今のゴールをもう一度ご覧ください。サパタが顔を出します。タッチを割ってスローイン。いいクロスを入れたい。ミランのボールになりました。マティア・デシリオ、ユライ・クツカ。さあ、バロテッリです。マティア・デシリオ、ジャコモ・ボナベントゥーラ、さあスローインでの再開です。再び出ます。スローインです。アバーテ、得意のロングシュートでしたが、ゴールネットを揺らすには至りませんでした。相手のディフェンスとしては、今のシュートを見せられちゃうと次は寄せていかないといけないわけですから、効果はありましたよ。入るか。このシュートは遠かったか。ゴールとはなりません。とはいえですね、形としては危ない形を作られていましたよ。アバーテ、マティア・デシリオ、デヨング、チャンスを狙っています。ボールにはメレス、デヨング、ウカシュ・スコルプスキー、これはどうなりますか。本田圭佑、ボールを奪った。いいタックルでした。マッカローネ、ミランのボールになりました。本田、主審が試合を止めます。ジェレミ・メレス、
審判はフリーキックの判定です。クリアしたのはサパタ。ありますよ、これはありますよ。前に出てセーブ。キーパーいい判断を見せました。思い切りの良さが出ましたね。このボールはタッチを割ります。スローインです。このプレーはホイッスル、ミランにファールがありました。イエローカードが出されました。デヨング、本田圭佑、ユライクツカ、ジャコモ・ボナベントゥーラ、シュートだ。キーパーの手の中へ。マティア・デシリオ、見事なタックルです。ジャコモ・ボナベントゥーラ、マティア・デシリオ、ホイッスルが鳴って2対0で試合終了。危ない場面もありましたが失点を0で終えました。今日の試合は終始攻撃の質